そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。いい大学に行っていい会社に行けば幸せになれる、僕はそう思っていました。でもそれは間違っていたんです。今日は仕事を探しているあなたに、会社を辞めたいって思っているあなたに、自分はもっとできるはずだと思っているあなたに伝えたい。敷かれたレールを踏み外しても何も問題はないということ。僕はいい大学を卒業しました。そして業界では世界ナンバーワンの会社に就職しました。これで僕は幸せになれる。人生の勝ち組だ。エリートだ。お母さんからも褒めてもらえ、お父さんからも自慢の息子だと。そして友達からもいい会社に就職したなって。誇らしかったです。嬉しかったです。実際、給料もものすごい高い。家も補助してもらえる。家賃補助がもらえて、そして車も買ってもらえる。何も問題がない。安定している。でもね、幸せやって思うやん。そこにな、幸せがあると思っていたのに、ないんです。あるのに、ないんです。あるって思ったのに、ないんですよ。僕は、脅迫されている。結果を出さなければ仲良くしてもらえない。脳にプログラムされている。だから結果を出すために毎日毎日全力で走らなければならない。助けてよ誰か。これは25歳社会人3年目の時に書いた僕の日記です。楽しくないんですよ。心が動かないんですよ。感動しないんですよ。ここに行ったら幸せになれるって聞いていたはずなのに、ないんですよ。それが毎日朝が来ますよ。時間は過ぎていく。でも時間は解決してくれない。何も状況は変わらないんです。なんでこれを売らないといけないんだ。これを売った先に僕はどんな素敵な未来があるのかわからない。売りたくもない商品を売っていて、やりたくもない商品の勉強をして、そして毎日毎日得意先に行く。何なんだこれは。ここに行ったら幸せやと思ってたのに、それがないんだよ。苦しかったです。辛かったです。何のために生きてるんだろう、何のために働いてるんだろう、わからなくなったんです。というか今まで考えたこともなかった。この先を行けば幸せになれる。だからこのレールを誰よりも早く進む。そんなことしか考えていなかった。そして僕は体に力が入らなくなって、頭でも何も考えられなくなって鬱になったんです。真っ暗でした。でも僕は仕事を辞めることができませんでした。仕事を休むことさえできませんでした。だってこのレールを一歩でも踏み外したら僕は人生が終わりやって思ってたから。人生の負け組や、社会の落伍者やって思ってたから。抜け出して逃げ出して会社を辞めると何をやっても続けることができない。キャリアからは抹殺される。社会からは追い出される。とことん地獄に行く。落ちて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 、もう這い上がっていくことはできない。だから僕はこのしんどかったよ、苦しかったけれども、このレールを一歩でも外す、踏み外す、一歩でも外に出ることができなかったんです。これしかないと思ってたから。だから僕はこの先に、頑張った先に絶対に僕の幸せがあるっていう風に信じて、苦しかったけども、かすかな力を振り絞って一歩ずつ一歩ずつ前に進もうとしたよ。
そんな時に事件が起きました。大阪支店に全体会議があり、そして僕は会社の先輩たちと一緒に電車に乗ってそちらに向かいました。そして僕は一冊の本を読んでいたんです。なぜ生きる、そんな本です。だってこの先どうやって生きていこうかわからなかったから、ちょっとでもヒントが欲しかった、ちょっとでも光が欲しかったんです。で、読んでいるとそれを見た先輩がこう言いました。岡崎、お前なんて本読んでんねや、なぜ生きるってお前病んでんのか。お前な、なんで生きるとかなぜ生きるっていうのはもう考えんでもいいね。今のお前には分からへん。そんなことよりも今月のノルマどうすんねん。あと15件あるやんけ。その15件どうやって入れるのか、どうやって買ってもらうのか、その戦略を考えろ。怒られました。確かにそうかもしれへん。今僕がやることはこのノルマをやることだ。このノルマを一つ一つやっていけば僕の人生が見えてくるはずや。そうなのか、一瞬そう思いましたよ。でも違うって。もちろん今このね、このノルマをやること、商品を売ることは大事なんかもしれへん。でもね、それ以上に自分が人生をどう生きるのか、自分はどうやって働いていきたいのか、どうやって暮らしていきたいのか、それを考えることも大事なんじゃないかって。もちろん戦略を考えること、期待に応えることは大事かもしれへん。でもそれ以上に僕はどうやって生きていきたいのか、それを考えること、それは余計なことじゃない、後回しにすることじゃない、今考えることなんじゃないのか、そう思いました。そこから僕は今の仕事だけじゃなくて、そこで働いている先輩を見ました。先輩、そして部長、支店長の人生を見ました。5個上、10個上、15個上、20個上、その先輩たちの人生を見た時に、もちろん先輩たち、そして上司はその人にとっては幸せかもしれへん。でも僕がそこの未来に行きたいのか、あの人と同じ人生を歩みたいのかって言ったら違うかったんです。僕はそこに行きたくない、その未来には行きたくないと思ったんですよ。もちろん彼らは幸せかもしれへん。でも僕がそこに行っても幸せになれるって思わへん。彼らは彼らでいい、でも僕は僕でいいんじゃないか、僕は僕らしく生きてもいいんじゃないか、そう思ったんです。だからね、今このノルマを一つ一つ売った先に、そこの5個上、10個上、20個上の先輩の人生があるんやったら、なんで僕がこれ一生懸命走らなあかんねんって、行きたくもないゴールに向かって一生懸命走るっていうのは違うんちゃうかって思ったんです。だったら僕がやること、俺がやることはたったの一つだけ、自分の人生のレールを作るということ。そこから僕は生まれて初めてどうやって生きていこうっていうのを考えました。こっちなのかな、あっちなのかな、いろんな人に会いました。会社以外で街で生きているプロフェッショナル、実際に活動している、活躍している方と話し、そして一緒にプロジェクトをやって、その人の考え方、感じ方、生き方っていうのを学びました。毎週週末本屋さんに行って、いろんな本を見て自分と対話し、そして世界を勉強し、自分の人生のレールを見つけようとしました。その中で自分がやりたいことが見つかりました。それはこのレールの先にはなかった。自分がやりたいことはあっちだ。僕がやりたいことは教育を通じてうつ病で苦しむ人をなくしたい、そして自分で自分の人生を生きる、そんな人を増やしたい。自分の人生のレールが見つかったんです。そして僕は会社を辞めてアメリカに留学して、今この和歌山でライフスキルの学校を作っています。もちろんうまくいくことばかりではありません。辛いこともある、苦しいこともある。でもあの20代の時に誰かが敷いたレールをただひたすら進んでいたあの時の人生と比べて、今はものすごく喜びを感じています。そう、
今だから思う。敷かれたレールをただひたすら進む、それだけが人生じゃない。人生のレールは一つじゃないということ。もちろんそのレールを進むっていうのも人生でも、心になんかモヤモヤを感じたり、このレールじゃないって思ったら、自分で自分の人生のレールを見つけよう、探してみよう。そうなんです、僕は敷かれたレールを進むこと、それが幸せの唯一の道やと思っていた。でも気づいたの、敷かれたレールっていうのは平均台、ここから落ちたら危険だよ、一歩でも踏み外したらバカにされるよ、幸せになれないよ、成功になれないよ、立ち止まっていたら後ろから突き落とされるよ、早く進まないと、誰よりも早く、そして前の人を突き落として自分が一番にならないと生きていけないんだよ、成功しないとダメなんだよ。そんな平均台、そこはとっても細くて、とっても苦しくて、とっても辛い、僕にはそんな道でした。でもその敷かれたレールを飛び越えると、そこには谷底はありませんでした。大地だったんです。自分が行きたいところにどこにでも行ける。しんどい時は止まって、そしてジャンプしたい時はジャンプする。やりたいことはいつでもできる、どこでもできる。周りの目を気にせず、周りからもバカにされず、競争ではない、協力、そしてみんなと力を合わせて、みんなでやりたいことを実現する、そんな楽しい大地だったんです。そう、それに気づきました。だからあなたに伝えたい、人生のレールは自分で作ろう。そう、自分で考えて、自分で選んで、自分で決めた道なら、それがたとえ苦しくても、たとえ辛くても、たとえ悲しいことがあっても、それは喜びに変わる、心が震える感動に変わる。今は真っ暗でも、辛いことで前が見えなくなっても、自分を信じて一歩一歩進んでいけば、そこに光は必ずある。オセロのように真っ黒の世界が一瞬で真っ白に変わる。明るくて希望にあふれ、喜びにあふれて、楽しくてワクワクして、そんな世界が待っている。だから自分を信じて、周りから何と言われようが、心で決めて一歩一歩踏み出していこう、飛び越えていこう。大丈夫、俺はあなたを信じてるから。はい、ということで、20代のおかっち聞いてるか、自分を信じて一歩一歩進もう。そしたら今はこんだけ楽しくて、自由で、やりたいことができて、毎日心が震える、そんな人生が待ってるからね。はい、ということで、一発勝負、あのね、噛み倒したけど、言いたいことがあなたに伝わったかどうか分かんないけど、心を込めて、思いを込めて、お伝えさせていただきました。ということで、このミスターおかっちのチャンネルでは、人生を生きる、そんな力が湧いてくるような配信をしていきたいと思っております。ブチって切る前に、よかったら高評価ボタンを押してもらったら嬉しいです。そしてチャンネル登録を押してもらえたら、おかっちは飛び跳ねて喜びます。そんな感じで、皆さん今日もありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。さよなら。光が見えたよ。